雨の中ねご声援いただいてます。本当にありがとうございます。昨年に引き続きこちらの会場演舞させていただきます。本当にねこの会場大好きです。元会場をね、本当に一生懸命やっていただいてますスタッフの皆様本当にありがとうございます。もう会場を作っていただいてなんぼの世界ですからね私たち。はい、先ほどご紹介いただきましたように塩刈峠の元和久間町からの参加でございます。チーム結成14年、和久間町といえばですね先ほど言われた以外にもですねかぼちゃの作付け面積日本一ということもありまして、あと越冬キャベツの発祥の地ということで農業の町でございます。今年からの三角山放送局っていうところで月に一度第4週の火曜日1時から1時半和久間町の放送をさせていただいてます。ぜひ皆様お聞きいただけたらなというふうに思います。今月はちなみに6月28日火曜日の放送になっております。ぜひ FM ラジオですけれどもお聞きください。はい、それでは長々と私が喋っていても皆さん飽きると思いますので演舞の方をご覧いただきたいと思います。ご声援よろしくお願いいたします。歌え花々よ、前瞬間の時の中で、
感謝を込めて、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。